みんな YouTube を見るときは画面から離れて部屋を明るくして下着を履いてみるんだよ。ビーストウォーズ同窓会。だってもう今やタイガ俳優チーターからタイガー海外にしろ、うん、次の週も次の週もイボンコペッタンコとかってやってたからね、あれはさすがに高田さんから怒られた。うわーやられた。ブーンラスピーターの加藤健壮です。みんな乗ってる。おいらラットル、ラットル役の山口カッペです。今日は同窓会で校長先生は嬉しいじゃん。チーター役の高木陽太郎です、今回の映画ではチーター役をやってます。よろしくお願いします。俺のエビチャーハンはどこ行ったんだ。メガトロン役の千葉茂です。今回は映画には出てない方が4人中3人っていうこういうことになってしまった原因は僕です。はい、音響監督役のイアンです。水素さん、いろいろ言われたんでしょ。そうなんですよ、ね、もう3年くらい前です、ね、3年くらい前にこの映画ができるっていうのをネットニュースで発表されて、うん、流れましたよね。からもう、うん、ビーストファン会うごとにね、うん、ワスピーター出るんでしょって、ワスピーター出ないんですかって、わかんないよそんなの。俺には公開が近づくにつれてね、なんかニュースが更新されるためにだんだんワスピーター出ないらしいって。あれでももしかしてゴリラ出るのかもしれない、ちくしょうみたいなね。イボンコだけ ね悔しいからもうこの話題はスルーして誰にも言わないようにしようかなと思っていたら、予告編に出ないかっていう、なんかなんで。ちょっとチータスが出てるって聞いてイラッとしたかった。いやいやイラッとじゃなくて、もうチータスが出るって聞いて、もう僕の中ではチータスをのキャスティングが誰になるかが問題で、そう、ね、ここが高木渡るならばこれ三部作って聞いたし、うんうん、もしこの後ラットル出たら来るでしょっていう、いやこれいやーって僕なんかでも逆にカッペ君から聞いたから、そうそうそう、やるよってで、ね、うん、トランスフォーマーやるよって、多分てっきり絶対ね出ると思ったもん。じゃあだからカッペ君と一緒よ、もうなんかチータスっぽいのが出るけど渡辺君やるんだよねっていうから、うん、いやまだ話来てないけどどうなんだろう、もうなんか違う人に変わっちゃうんじゃないのって思いながら、そしたらなんか岩波さんからね、うん、なんかオファーが来たから、うん、お来たと思って、ほんで出てみたら周りが誰もいないから、あれちょっと心細いみたいな。茂さんなんか微妙でしょうね。いやでもメガトロンが出ないの、うん、でも実際でも結局まあ出たとしても絶対僕じゃないからいつもあれ誰か全然違う人がね、いやいやいややるので、まあ多分、まあ、今回もね、うん、もしメガトロンが出てたとしても多分僕じゃないんだろうなっていう気はしてましたけどね。いやでも岩波さんですから、うんうん、いやでもなかなかテストがね、やっぱどうしてもこう真面目なテストだと僕は思ってたんで、まあ大作映画に馴染まない、馴染まない無理だ、うん、いやでもやっぱりね渡辺君、うん、どれでもね、やっぱり希望の光だ、希望の光だ、まあでもだってもう今やタイガ俳優、やめてください、本当にシーターからタイガ関係ないんですけど、タイガにしなさい。いや何度も言いますけど、まあ、本当に真面目に、まあその分なんていうんですかね、当時のノリを期待していた方もいらっしゃると思うので、食材企画で今回はやっぱインチキ予告を取ったので、まあせめて当時 の空気感を味わいたい、まあ、皆さんはこれ見といて、映画は真面目だけどね。ビースト成分が出せるほどはやっぱり出せなかったんで、やっぱり対策ですからね、うん、これで例えば4人も出てて、うん、そのテイストも出せないで終わるよりかはちょっと匂わせる程度で、まあいい配分だったのかなって、あのね竹内くんがね、うんうん、やっぱりビーストウォーズ世代見てたから、うんうん、で竹内くんがこういっぱいアドリブやったのよ、やっぱり僕らの感じたな、やらなきゃいけないやんなきゃいけないなと思ってやったら全部ことごとくダメですへーみたいな、竹内くんがかわいそうだったね、かわいそうだったね、のびのびやらしたかったんですよね。俺らがやってたビーストの方がおかしいんだよね、だからそう本来はそもそも多分すごい真面目なね、そうそうそう、あのまともなまともなって言っちゃうんですけど多分作品だったのをおちっちゃかめっちゃかにしちゃったの でそれがあのビーストの世界だと
まあ、ある意味思われちゃった部分があるけども、うんうん、本来そうじゃないのが正解。そうですね。だと思う、まあ、ちゃんとしたトランスフォーマーシリーズです。そうなんです。俺当時はリボンコペッタンコを言い出したのを渡るだと思ってたんですよ。いやいや、ちゃんと台本あった、うん、ただあんなに長くやるとは思わない。そうそうそう、もう話数超えてね、うん、次の週も次の週もイボンコペッタンコとかってやってたから ね。あれはさすがに高田さんから怒られた。いや、俺たちも小安くんから怒られた。うちの息子がさ、イボンコペッタンコってさ、幼稚園でいじめられた。いじめられた。キャラクターにセリフを入れるっていうんじゃなくて、トンチ合戦をやりに来てるみたいな。トンチ合戦だってなんか、あれ何のシリーズどれの時だったっけ、なんか最初の方にずっとなんか音楽だけが流れてるシーンがあった時にも台本に岩田美ちゃんに何分とのところまでフリーで喋ってくださいって書いてあ台本にね、何か面白いことを言うって書いてあるね。それはもうほぼほぼ後期よ。あ、そうかな、うん、最初は割とちゃんとしっかり書いてある、ね、ちゃんとだから、うん、みんなアドリブ言いますけど、うん、台本通りの書いて結構ある。結構ある。結構ある。そうそうですよ。だから違われたセリフに聞こえないような言ったセリフを皆さんの話芸で演じていただいてるから、その全部アドリブに聞こえるっていう。それが実際僕が一番やりたかったので、まあ25年前だとほとんどテレビシリーズで CG なかったんですね。で、やっぱキャラだけ音を消してみると気持ち悪い。リアルだったんですよ、うん、そうだね、お決めだもんね、うん、だこれをやっぱり子供たちに愛してもらうためにはどうすればいいのかっていうんで、うん、なんか持ってたキャラクターを子たちに愛してもらえないという判断でああいう感じ、うん、だからね、無法地帯と言いながらも、うん、今ね言われてますけど、うん、嬉しいんですけど、やっぱなんか一本筋はありました、ね、筋はもちろんね、うんうん、なんかこうそれを何でも、ね、変なことすりゃいいってことではなく、うんうんうん、ダメなものはダメって言ってくれたりとか、うん、やっぱり台本にヒントっぽいのがあるんだね。あ、こういうこと言ってもいいんだって、はいはいはい、ヒントがこう散りばめられてて、いや、ね、死ぬほど考えてある台本作ってるんですよ、僕も一応 ね、うん、すっごい考えて作ってるのにサクッと直されちゃうこう面白いこと言いやがってしょう。しさん最初からずっとゴーヤチャンプルーしか言ってない芝居とどこにヒントがあってそうなってあのチャーハンをずっと言い続けるチャーハンあれおかしかったね。なんかさそこにドラマがあるもんねずっと俺のエビちゃんどこって探してるんだよね。でその次に来たのが飲み屋のお姉ちゃんにずっと電話をかけあれはほら、ね、モバホって言ってた、うん、地上波じゃなかった。ああ、そうだね、これなくて、なんか携帯かなんかで見れるって言ったら、うん、その何の規定もないから、うん、好きにやってくれって言ったら、って思ったんですよ、うん、後からあれも地上波でやったんだよ聞いてないよそしたらもうちょっと上品に作ってたのに地上波じゃないから言っていいよって言われたんだね。もうだって下ネタバンバン、いい実名バンバンだしねバナナはどこだっていうのは、うん、そもそも話数が足りなくて、そう1話分なんか岩波さんが作ったんですよね。でも作ったんですね。あれすごかったよね。すごい全部さ、いろんな話数から持ってきてね、持ってきてさ一本作っちゃって、うん、テレビ東京さんに電話が殺到して苦情じゃないんですけど今私が見たのは何だったんですかあれこそ本当にほぼほぼ台本ない感じでモノマネ大会って、モノマネ大会はもうフリーだった、うん、フリーで、いや今だったらダメだね、絶対ダメですね工藤の句って言った瞬間でダメだ、ダメだ下手すと仕事失いからかねないもんね工藤を降ろされるとか降ろされるいやみんなそうですよ。いや大体千葉さん大丈夫、一番暴走してたのはいやあれまあそういう意味ではね、そうです、一番暴走してたからね、うん、いやもういろんなこと言ったから何喋ったかよく覚えてないんですけど、本当に面白い。いやもうだってもう千葉さんのやつで、千葉さんのやっぱりこう本番で突然違うことを言われたりするんですけども、だから一回チータスとラットルが敵陣に潜入して行って戦うと真面目な話ではあったんですよ。真面目なシーンだったんですけど、セリフはメガトロン の、 俺の目が黒いうちはお前らに勝利はないっていう
セリフだったんですけど、千葉さんが本番で、なんか俺の目が黒いうちはお前たちの食卓にエビフライはないって。そんなこと言ったっけ。二人ですげえ困ったんだけど、なんか二人でその後パッと返さなきゃいけないのが、なんとなくこう二人ともエビフライは嫌いだよみたいな感じのことを同時に言った時に、なんか、あ、今までの経験が。あのラトルでわーっと戦ってる、はいはい、こんな状況で新進社長、新進社長って言ってみな、新進社長が言ってダーッと言っていくっていう、あれ未だに覚えてる。やっぱりメガトロンが追い詰める時に何かやらせるんだよね。そうそうハイバトロンが、ね、そうです。本望に何か面白いこと言え、面白いこと言え。ただもちろんあの僕らもね、役者じゃ何やってもいいってことじゃなくて、やはりストーリーはストーリーとしてあるので、そのストーリーに味付けできる部分が結構隙間があるんですよね。絵を作ってる人は隙間だと思ってないの。俺はもう隙間だらけだと思ってたから。もうあれおかしかったもんね。でっかいでっかいでっかい秋葉原に電気っていうとこあって、でっかいわーでっかいわーっていう CM、 それをそのまま千葉さんがそうリハーサルで、でダメだダメだって言われたら、で急に変えて、でっかいでっかい石川さんが全然わかんない全然わかんないんだけど、このもうこの変換の仕方って誰にもできないですよ。なんかそれ OK になっちゃったね。でも困ったのはさ、あの適当にほらセリフは、ね、こう変えても大丈夫だ、台本のあの文字をさ完全に消しちゃってるんですよ、全部元の台本、ね、元の台本でも消しちゃってバーって、そこに4種類ぐらい書いてあるわけですよ、はいはい、そのだからこう来たらこう言おうとかね、うん、誰も信用してませんから。帰ってで柳原さんから「あ、千葉さんすいません、そこはねちょっと元のセリフ戻してもらっていいですかね」。元のセリフって何だって。ちょっと台本見せてみたいな。なんて書いてあったんだっけ。だからもう本当にビーストウォーズは勉強になりましたね。いやすごい浸透してたもんね。だってねみんなあのネタ合わせしてるんですよ。すごい真面目な現場に見える。見えるよね、あの時だけはね。カメラにあるここビーストウォーズじゃない、トランスフォーマービースト覚醒見てね。見なくていいよ。出てないし。